だから帰ってきて、月曜からですね、練習で。2月10日からキャンプが来たんですよ、で、3月8日、開幕。今、自分なりにこう、なんか、このビジョンとかも、例えば昨日なんかで、テレビで言ってたじゃないですか。開幕レギュラー。なかったらこれ。これ、綺麗になってますけど、これ、そうです。言いませんけどさ。疲れないですか？疲れないですか？でも大変ですよ、レギュラーの声。ここに、なんかこう、いろいろ変わったんですけど、いろんなことになったんですよ。やっぱり、指導して、リズムが始まるんですよ。そこから3分で終わって、そんなものが好きなんで、そのキャンプとか、その練習が、たぶん 10% でやって、で、大学レギュラーを目指して頑張りたいと思います。全然まだ体できてないんで、今年はもうもっと体をがっちりさせて、当たり負けないような体を作って、チームのベンチが入れるように頑張っていきたいと思います。ね、マンガベンチ。鹿児島キャンプ。どんな状況？静岡に来るんだけど鹿児島でキャンプ。でも本当に嬉しいですね、鹿児島でキャンプできることは。多分友達とかめっちゃ見に来ると思うんで、そう、でかくなったっていうのを見せたいと思います。期待してますよ。そこを他人見てほしいと、自分の売りとかあったら、一言ずつ。昨日の大会では、たまには頑張る。ただ、全然いらなくて。たまには頑張ることが大事なんですけど、ロングボールの数を防ぐ人を見てほしいなというのはあります。これ楽しいですね。さすがなんです。代表の皆さん、代表の試合しか見てないと思うんですけど、代表とは違ったプレースタイルで多分やると思うんで、昔は本当にちっちゃかったんで、ドリブルだけは誰も負けないっていう自信があるので、のペナルティエリア内での自分の形っていうのも持ってるつもりなんで、そういうところを見ていってほしいと思います。大前選手なんかやっぱ内容にしてもらって、僕たちは予選で負けたんですけど、テレビで大前選手を見て、ちょっとやんないとなと思って上級しに行きました。男にして頑張っていきたいと思います。
始まって、たぶんさ、楽園側としては嬉しいと思いますよ。つまり、そこができるよ、違うと思います。あのグラスと一緒のあの量に入れると。チーズ作りましょう。もう、いくらでしたっけ、チーズにこう、置かれてきたのは。あの辺はどうですか？